話ってなんだ一体。ちょっと目をつむってくださいます。別にいいけどよ。なんだっての一体。すぐにお見せしますわ。ですから今は目を。なんだかわかんねえが。アリンさん、あなたもです。わかってるわよ。ではなんだこの感じ。体がふわっと。まだですわ。目は決して開けないで。ちょっと、もういいですわよ。なんだってんだ。何ここ。でっけえ女、石像か。女神様。お分かりになりますのね。さすが妖精の端くれさんですわ。今はそんな軽口相手にしてらんないわ。どこよここ。私たちどうやってここに来たの。ここは時間と時間の狭間にある意識空間。まあ夢みたいなものですわね。これは私、いえ、キュイの特殊能力です。キュイ。へえ、あなたなんかすごい能力持ってるのね。現実じゃねえのか。へえ、不思議なもんだな。ここはかつて女神が封印された空間。そしてあちらにいるのは邪神。え？そう、邪神。かつて世界を滅ぼそうとしたと言われる邪悪なもの。現在は体中に刺さった剣で封印されていますけど。本当だ、かすかに魔力の波動を感じる。死んではいないのね。それは女神も同じだけれど。ああ、よく見りゃなんかトゲトゲがいっぱい刺さってんな。あれで封印されちまったのか。ええ、そしてそのトゲトゲもまたフューリーなのです。宿った妖精は力をもう使い果たして消えてしまったけれど。あ、フューリー。確かに動力源は妖精だものね。かつてお互いを封印したフューリーも前段は命中しなかったようです。外れてしまい人間界に残されたもの。それが私たちのような妖精とフューリーってわけね。はあ、よくわかんねえけど。で、何だってんだここが。先ほど手に入れたフューリーを使い女神に刺さった剣を抜きます。それって封印を解くってこと。ええ、そうです。女神様の封印を解きます。おい、もうゴールじゃねえか。よし、俺はたらふくうんめ飯を食わせてもらおう。いや、一本や二本抜いたくらいじゃ復活しないでしょ。それよりフューリーを使うって。中に宿る妖精をあちらのフューリーに移して起動させ抜き取ります。それで女神が復活。いえ、その他にも何かが必要なようですが、そこまでは分かりません。肝心なとこは分かんないって。そもそもどうしてあんたがそんなこと知っているのよ。私でもこんな場所知らなかったのに。それはフェンサーたるもの、女神と邪神を調べるのは当然です。むしろ知らないあなた方の方がおかしいですわ。それにここに来られるのはキュイのおかげですし、だいたいあなたは記憶喪失なのでしょ。残念ですわね。
忘れなければ知っていたかもしれませんのに。ぐ、言い返せない。ちょっとファング、あなたも黙ってないで何か言ってよ。ああ、俺にはよくわかんねえや。とにかくフューリューを集めて中の妖精に封印を解いてもらえばいいんだろ。だったら当初と目的は変わんねえし、いいんじゃね。まあそうですわね。ああ、それと封印を解こうとすると何かが襲ってきますの。注意なさって。何か、何かってなんだよ。多分封印を守る防衛装置みたいなものかしらね。そうですわね。なかなか手強い相手です。抜くときは注意なさって。試してみたの？それがフェンサー自身と契約しているフューリーは使用できないようです。契約の絆が継続中だからでしょうね。なんかあんたの話ってさも見てきたかのようね。罠か何かじゃないでしょうね。私そんな手は使いません。カモミールティーの件忘れたとは言わせないわよ。細かいことはいいですわ。女神を復活させるという目的はあなたも同じなのでしょう。とにかく私たちはフューリーを集めて女神の封印を解いていく。いいですわね。その他の方法ってのが気になるけど。そういうこったな。キューイ。始めますわ。さーてと、
やるぜ。行くぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。